皆さん、こんばんは。ジャーナリストの古瀬光晴こと篠原丈一郎です、えー。韓国情勢についてなんですが、あ昨日、ジョン・カンフン氏、韓国キリスト教総連合のですね、代表になられている牧師でありますが、あジョン・カンフン氏が呼びかけた、あ 11, 11月2日の集会もですね、 大きな成功を収め。と言ってもですね、100万単位100万以内の民衆が集まったということなんですが、ソウルでですね、大きく成功し、引き続きですね、夜になっても集会は続いております。現地にいて参加している人の話によりますと、今夜も徹夜集会で、この反ムンジェイン闘争は続くと。 いうことであります。えー、ョょぐっく前法相検挙、えー、ムンジェイン大統領弾劾を求めてですね、えー、署名運動を継続しながら、あ、地方から来た方々は、あ、引き続きですね、えー、調和で、えー、聖台のですね、大統領官邸の近くに、えー、路上で泊まり込んでという非常に寒い中大変な状況ですが、あ、 戦いが続いているということであります。えー、昼間ですね、えー、昼間というか夕方、脱北青年で私が沖縄に招きました、あー、サイ・ランケンくん、チェ・ランホンさんがですね、えー、ライブ、フェイスブックを作って、使ってですね、ライブ中継もしていただいたんですけども、非常に盛り上がった。まあ、 我々から見るとですね、もう長期化しているということなんで、お祭り的なものもだいぶ行われているということであります。えー、ジョン・カンフン牧師はですね、今後ですね、ムン・ジェイン政権を打倒するまで、毎週土日にですね、このような集会をソウルで行っていくこと、100万単位の集会を行いながら、1000万人以上の人間をですね、動員しようと。 で、4950万人の民主主義と自由を愛する韓国国民の力で、50万人のチュチェシソー派、チサッパを包囲し、包築しようということを呼びかけています。まあでも、おまあ、こういうような予想外のですね、眠れる保守があ目覚めたような戦いの中に直面し、ムンジェイン政権は、 チョグック法相のですね、えー、辞任あるいはチョグック法相のですね、えー、妻の逮捕、その他ですね、いろんな問題を抱えつつもですね、えー、腐敗交換捜査部法案、いわゆる検察改革法案という名の政治警察を作るための法案についてはですね、えー、10月に閣議決定をしているわけであります。しかし、この間ですね、ムンジェイン大統領ご自身の 母上もですね、お亡くなりになったということも相まってですね、この腐敗交換捜査部法案はですね、国会への上定が遅れ、12月の国会で上定されて審議入りをするという話になっており、かなり緊張した状況が続いております。一方ですね、このところですね、デモンストレーションをやっても低調だった あ左派勢力、ムンジェイン支持勢力はあ、各所でですね、チチェシソウ派のソウル市長、パク・ウォンスン氏のですね、えー、公金を使った支援を受けたかん、あのー、完成デモを繰り返してきても、まあ、4、5万というね、低調な数に終わったわけですが、ここに来てですね、えー、戦術を変更しまして、えー、今日はですね、 この、反ムンジェイン集会が行われている、うー、高科門周辺に、独自の旗を持って侵入し、高加門周辺を占拠したという報告が、脱北青年の、サイランケンさんからですね、寄せられております。この選中戦術変更は非常に重要でしてね、え前はですね、対抗して別の場所で行っていたんですけれども、 おいよいよですね、えー、困ってきて、これは、あの、左派との衝突を挑発する動きじゃないかと、私は思うわけです。えー、サイ君のですね、えー、観察によるとですね、旗を掲げてですね、まあ、これもそうなんですけどね、旗を掲げて、おとなしく侵入してくると。おとなしく侵入してくるから、まあ、阻止をするようなことはしなかったようですね。半文全ン派もね。まあ、そういうことで衝突はないんですが、 あ独自のですね、デモンストレーションを入り込んでやってくるということでは非常に挑発的な動きで危険ではないかと思われます。今後ですね、こういう衝突が起こりましたらですね、それを口実にして、えー、文在寅政権側が、あ、戒厳令をね、布告する。えー、4月までの、4月が総選挙ですが、4月までのですね、戒厳令を布告しながら、ああ、いろいろな、 行動管制、報道管制を行っていくということが考えられるわけであります。非常に情勢は、あ長期化でやや落ち着いた情勢を見せておりますがあ、本質的にはこういう緊張をはらんだ事態だというのが今の韓国の情勢であります。一方ですね、このサイランケン君、皆さんのご心配を受けてですね、えー、大変あのー、どういうことになってるか報告せよと。 いうご要望もいただいております。でですね、今簡単に言いますとね、この脱北青年たち、あるいは脱北者たちの動向について言いますと、ムンジェイン政権はあ、脱北者に対するさまざまな支援策をですね、えーまあ、縮減して、えー、全,全体的にな下けではないんですが、まあ、生活支度金として引き渡すはずだった70万円を20万円に引き下げる あるいはですね、継続したですね、奨学金的な措置は全部打ち切るということをしているわけです。これは現状の脱北者が困ることになるのは明白ですが、同時にですね、この支度金70万が入らないというのはですね、新たな脱北者がそれを当てにして、えー、ブローカーにお金を借りてですね、えー、脱北するということが困難になったということになるわけです。つまり、 新たな脱北者の阻止っていうのが、このムンジェイン大統領の、意思だと。まあ、新たな脱北者を阻止することで、北朝鮮に対するですね、配慮を示した。皆さん、あのー、いろんな声がこの間寄せられてですね、脱北者を支援しても仕方がないんじゃないか、みたいなね、えー、声もあります。私は実はですね、人道的な問題だけで、この脱北者支援の話をしてるわけではありません。脱北者がですね、相次ぐということはですね、 北朝鮮のの国家体制の崩壊につながるからこれはですね促進すべきだと人間として、父恵思想という、まあ、人間第一の思想という言いつつですね、人間を圧迫しですね、歯車のように扱い、いらないものは全部摩擦するようなですね、全体主義体制から、まっとうな感情を持った人が逃げるというのは当たり前でありまして、同時にこの人間が逃げるということがですねむ、あの、 金正恩あの、金正恩体制にとってはですね、かなり苦しい問題になってくる。また同時にですね、え、いろいろな北朝鮮の情報が外にもたらされるということにも繋がるわけです。従ってですね、今、ムンジェイン政権はそれを逆さまの方向にしているわけですが、これは引き続き我々がですね、えー、人道上の立場からも、あるいは、対北朝鮮の立場からも、許せないことだということで批判を強めていく必要があると思います。その一方でですね、新たな情報なんですが、 あ実はあ、韓国政府は、この脱北者は全て北朝鮮の国民はあ、韓国の国民であるというふうにみなす法律があるのでありますが、同時にですね、北朝鮮の非脱北者、要するに北朝鮮の国民のままである人間に対しても、韓国パスポートを発表するという措置を開始したとのことであります。これは、あ北朝鮮ルートからあ韓国に依頼された、あ ま、要因などについて、韓国のパスポートを出すということであります。一体これはどういうことなんでしょうかこれはですね、韓国のパスポートを持った北朝鮮の人間が、世界各国に入り込みやすくなるということを意味しており、我が国としても、これは感化できるものではありません。えー、ペルソナノングラータ、いわゆる望ましからぬ人物として、えー、出入りを拒否すべき人間も、韓国パスポートとなると、 またこれはまた別の話になってしまいます。こういうですね、あからさまな人権を抑圧しながら北朝鮮に対してですね、有利な政策を次々に打ち出しているのが、ムンジェイン政権の現状でありますこ。こと、ここに至ってもこんなことを続けているということは、我々日本国民はぜひ知っておくべきことであるし、また、日本の政権を支える与党政治家の人たちは少なくともこの問題は知るべきだと。 私は考えるわけであります。まあ、引き続き、こういう点で支援の強化が必要なんでありますが、もう一言ですね、この間ですね、えー、ちょっとご指摘いただいた問題について、えー、言及を指摘としておきたいと思います。えー、サイライランケン君はですね、えー、まあ、韓国に学費が払えなくなる前ですね、えー、関西から韓国に戻ってですね、えー、今、アルバイト生活をしているわけでありますが、 実はこちらにですね、一時滞在した際にですね、関西のラジオ局で、えー、まあ、出演をしてですね、脱北者の実態ということを話したことがあるそうです。ただしその際はですね、今回と事態は異なってですね、実はあの、脱北者のその実態というのをね、生のままお話しするとですね、非常にですね、えー、人によっては不利な問題が生じる。サイがですね、不利になるよりは、 サイクにつながる人たちが不利になるということで、何人分かのですね、脱北者のストーリーを合わせた形で自分の体験として語っていた。その話がですね、沖縄や私がですね、いろいろご紹介している話と、まあ、食い違うというご指摘を受けたんでありますが、今状況が変わってですね、えー、まあ、そのサイクがですね、えー、その何人かの話を合わせていった話も全てですね、脱北者の実情を 反映したものでありますが、今回ですね、私が沖縄に連れてきてですね、新たな立場で顔を出してですよね、ラジオでなくて顔を出して話してもらった話は、彼個人について起こった全て事実であります。その辺の食い違いが、実は脱北者をめぐる危険な状況もあって生じたということはご報告しておきたいと思います。 えー、合わせてですね、前に食い違った話も決して、これはあ、嘘の話でも何でもない、えー、何人かの脱北者が本当に抱えた深刻な話であるということであります。えー、ただし、もう一つ一言申しますと、まだですね、すべてを話せているわけではありません。えー、これはですね、脱北のルートを確保する問題、あるいはですね、えー、彼の友人がまだ、あー北朝鮮本国に残っているケースもあるわけですから、 あの、様々な事情全部をですね、あの、100%明らかにしてるわけではありませんが、少なくとも彼個人について起きた話だけをですね、今お話しするようにしてますので、その辺はお理解いただければと、私は思うわけです。この辺についてはですね、えー、サイについて、私どもはですね、えー、まあ、出版活動も含めてね、えー、全面的に明らかにして、えー、皆さんにお届けする準備をしております。この点でも、ぜひですね、 えー、脱北者支援、えー。韓国では3万6千人、えー、同国へのですね、在留法人と同じ数だけいるわけであります。また日本にも脱北者の方たちはいらっしゃいます。まあ、こうした人たちがどういう問題を抱え、またですね、えーまあ、それを通じてですね、拉致被害者が一体どんな生活が送らされているのか、こういうことを知る手がかりもになりますので、ぜひ今後ともですね、皆さんのご支援、温かいご支援をよろしくお願いしたいと思います。 引き続きですね、えー、韓国の情勢については、おりおりですね、えー、情報入りしたい皆さんにお伝えしたいと思っております。えー、今日はどうもありがとうございました。失礼いたします。